ウィルソン・ヘイスは、ブラジルの男性総合格闘家。ミナス・ジェライス州、ジャヌアリア出身。アメリカ合衆国カリフォルニア州サンディエゴ在住。ブラジリアン・ジウ、ジッツ・ユナイテッド所属。UFC 世界フライ級ランキング7位。元エリティックスク世界バンタム級王者。寝技を多用し、かつアグレッシブな試合を見せる。ホベルト・ゴドイの下で、ブラジリアン柔術を学び。 ゴドイがブラジリアントップチームに入るのと同時に、ヘイスも BTT 入りした。2004年1 9歳で、世界充実選手権のチャオビプルーマ級で優勝を果たした。2007年、アメリカ合衆国ペンシルベニア州フィラデルフィアに移住。7月28日、エクストリームチャレンジでプロデビュー。2008年1月25日、エルティックスクによる、 人材育成大会であるシャックスクエリートチャレンジャーシリーズでザックマコースキーと対戦し、片固めで一本勝ち。7月26日エリティックスクアンフィニッシュトビジネスでブライアン・キャラウェイと対戦し、3から0の判定勝ち。2008年9月26日エリティックスク世界バンタム級王座決定戦でエーブル・カラムと対戦し、3から0の 判定勝ちを収め王座獲得に成功した。2009年4月10日、ベラトアシーズン1のフェザー級トーナメントに優勝候補として出場。1回戦でヘンリー・マルチネスと対戦し、3から0の判定勝ち。5月8日、準決勝でジョソトと対戦し、0から3の判定負け。総合格闘技8戦目での初黒星となった。2009年6月5日、 ベラトア X でロベルト・バルガスと対戦し、2から1の判定勝ち。2010年2月3日、SRC12 での星野有二との対戦が発表されたが、2月24日に腰の負傷による欠場が発表された。2010年4月15日、ベラトアシーズン2のフェザー級トーナメント1回戦でシャドラ・イルレイと対戦し、チョークスリーパーで一本勝ち。 5月13日、準決勝でパトリシオ・ピット・ブルと対戦し、0から3の判定負け。10月21日、ベラトア33でデイビダス・タウロセビチュスと対戦し、2から1の判定勝ちを収めた。2013年9月21日、UFC デビュー戦となった UFC165 でバンタム級ランキング10位のアイバン・メンジバーと対戦して判定勝ち。 2014年2月15日、UFC ファイトナイト、マチダ VS、モーサシデーバアンタム級ランキング10位のユーリアルカンタラーと対戦し、判定負け。2014年8月23日、フライ級転校初戦となった UFC ファイトナイト、ヘンダーソン VS、ドスワンジュースで、ジョビー・サンチェスと対戦し、判定勝ち。2014年10月25日、 UFC179 でフライ級ランキング15位のスコット・ヨルゲンセンと対戦し、片方目で一本勝ち。この試合は、ヨルゲンセンの体重超過により 58kg 契約で行われた。2015年5月30日、UFC ファイトナイト、コンデッド VS、アルベスで、フライ級ランキング4位のジュシー・フォルミーガと対戦し、判定負け。2016年1月30日、 UFC オンフォックス18でフライ級ランキング9位のダスティン・オーティスと対戦し、判定勝利。2017年4月15日、UFC オンフォックス24の UFC、世界フライ級タイトルマッチで王者のデメトリアス、ジョンソンに挑戦し、腕ひしぎ十字固めで、自身のプロキャリアで初めて一本負けを喫し、王座獲得に失敗した。2017年9月9日、 UFC215 でフライ級ランキング2位のヘンリー、セフウードと対戦し、パウンドで TKO 負け。2018年4月14日、UFC オンフォックス29でフライ級ランキング10位のジョン・モラガと対戦し、判定負け。2018年12月2日、UFC ファイトナイト、ドス、サントス VS、遠いボッサでフライ級ランキング10位のベングエンと、対戦し、判定勝ち。 2019年4月13日 UFC236 でフライ級ランキング5位のアレッシャンドリパントウジャと対戦し TKO 負け。ありがとうございます。